はい、今回はアキラについて確認していこうと思います。まあどうでしょうね、これまあいろいろあるんですけど、まだフレーム関係が全然分かってないので、そこをどうにかしていきたいなーっていうふうには考えてますね。まあ中足と台形で、あと必殺技周りのフレーム関係、そこの確認をした方がいいかなと。中足、台足で必殺技例の関係とか見ていけたらなっていうふうに思いますね。ほい、そこからこれ4だよね。フレーム、これ自体分かってる。2か、そこら辺がしっかり、これは勝利を埋めて、まあ、画面端で投げ以外で入れ替えられなければいいやぐらいの感じですね。まあまあこれも勝利打たれてもいいかなと。これはちょっといけないですね。めくりましょう。という感じで、またもう一回試合を見返そうと思うんですが、足払いの必殺技と突進する必殺技のフレームだけしっかり覚えておきたいですね。はい、アキラの2戦目です。びっくりしました。これ立ち中継結構良さそうな感じはするんですけどね。玉と、まあ、大パンもかちょっと気になるの。あとそれ以外のところの技ってあんまり牽制で振ってくるイメージなかったですね。中足、大足ぐらい。これ1段目が下段なんかな。その属性とかもよく分かってないから、そこら辺調べていきたいですね。これも2回ぐるぐる回ってんの、マイナス10とかプラス10か、プラス10とか出てるから、しっかり反撃できればなって感じですね。ここはブラストの判断でいいんかな。まあ、2位よりもブラストの方がダメージは高いので、そこをしっかり潰したかなって感じ。スーパー持ってきたな。ここでゲージ使わしたから、もうそこまで無理しなくていいけど、まあ、トリガーだけっすね。裏でした。これここからの引っ掛けで半分減ると、大悟兄さんが結構減るんすよね。これラッキーでした。危なかったっすね。ということで、いろいろ見直して確認していきます。ありがとうございました。